皆さん、こんにちは、日本維新の会代表、馬場信之でございますさて、今回のこの衆議院選挙、私は一体どういう意味があるんだろう、そういうふうに思っています、なぜか、石破総理が総裁選挙の時におっしゃったこと、この日本にはいろんな大きな課題が山積をしている。だから 自分が総理総裁になったら、必ず国会を開いて、そして党首討論や予算委員会をやって、その上でこの国会を解散します、繰り返し繰り返しそうおっしゃっていました。ところが、なぜか、総理総裁になった瞬間、いや、総理になる前です。総総理理になる前から総理の 殿下の法当といわれている解散を宣言しました私はねこれ非常に僭越だったと思いますしなぜそれだけ急が,な急がなければならなかったのか未だに理解ができていません今振り返ると自民党でいろいろ問題になっているいわゆる裏金議員この裏金議員のいろんなことを 流すために水に流すために、選挙をやって、みそぎが終わった、国民の皆さん方、ご理解をください、そういうふうに思ってもらえるように、急いで解散をしたんじゃないかな、そう勘ぐっているんです。皆さんね、こう言いながらも、解散になって選挙を迎える以上、私たちは戦いの駒を進めていきます。 解散で民に問うことは、今の政府・自民党、何があるのかよく分かりませんが、私たちはこの選挙で、2つのことを国民の皆様方にお訴えをし、皆様方と共に考えていきたいと思っています。まず1つ目、これは先ほど申し上げました政治とお金の問題、これ、自民党が起こした不祥事です。私たちはずっと 原因究明をやって、そして再発防止策、考えていきましょう、自民党にずっとそう言ってたんです、ところがどうですか、政治倫理審査会を開いて、50名足らずの議員が招集をされましたが、実際には数名しか出てこなかった、そして再発防止策も今、自民党には何の案もない。私たちは この再発防止策として、いろんなことを提言をしたり、すでに法律を出したりしています。そのポイントは、この政策活動費、政策活動費というお金の一番悪いところは何なのか、これは皆さんね、飲み食いとかだけじゃないんです。一番悪いのは政策活動費を に役職についている人間がどさっと受け取って、そしてこれをいろんな議員に配っていく、地方にも配っていく、そういうことをやっています。これはね、領収書をもらわない、お金をもらった方は報告をしない、これ一体全体、政党助成金や、 いろんなところから寄付をいただいたお金、どこに使っているのかよくわからない、不透明なお金で、パーティー券の裏金よりももっとタッチが悪い、これはね、やっぱりすぐにやめなければならない、私たちもね、国会で自民党といろんな交渉をしましたが、もう自民党に自浄能力はないという判断で、私たちはもう自ら政策活動費を、 廃止しましまたそして、政党助成金というお金があります、これ、国民1人頭250円、毎年いただいて、各政党で配分をさせていただいている、この政党助成金を導入する際には、皆さん方も覚えておられるかどうか分かりませんが、企業団体献金は廃止をするそういう風に言ってたんです。ところが どの政党も一向に政党助成金、頂いているのに、企業団体献金からも寄付をもらい続けている、約束したことをやらないんです、これも私たち日本維新の会、やっぱり自分たちが言ったことは実行しよう、そういうことで決闘以来、企業団体献金、 もらってていいまません禁止をしていますそして一番悪質なのが、いわゆる旧文書通信交通滞在費です、いわゆる文通費というやつ、これはね、非常に質が悪い、なぜか、私たち国会議員は毎月100万円、皆様方が今日こうして一生懸命働いていただいて、納めていただいた税金、これを、 毎月100万円国会議員いただいています、原資100%税金なんです。ですから、もちろん、何に使ったのか、領収書があるのかないのか、そういうことを国民の皆様方に報告をする、そういう責任があると思います。これは、ね、3年前から私たち維新の会が ずーっと言い続けてきましたでもね他の政党はどうだこうだと言ってなかなかこの文書こう文通費の領収書の公開やりませんやっているのは私たち自身の会と国民民主党だけそれ以外の政党はへりくつを言って領収書の公開使徒の公開そういうこと一切やりませんですからね 皆さん、これ、選挙になって、あちこちの街頭で、いろんな政治家が、皆さん方に耳障りのいいことを言うと思います。でもね、今までの歴史、振り返ってみてください。最近の政治、振り返ってみてください。政治家は選挙の時に言ったことをやりません。選挙が終わると忘れますすす嘘つきですですからねやっぱり自分を利して を見起きる改革をやって、きちっと国民の皆様方に政治への信頼を取り戻すためには、政治とお金の問題、これ、もっとクリーンにもっと見える化をしていかなければならないと思っています。ですから、この選挙が終わって、次の国会が始まったら、私たちはこの問題、徹底的にやっていきます。国民の皆さん方がなるほど 私たちの税金を使ってくれるのはいいけれども、ちゃんとやってくれてるんだな、それ以外にややこしいこととか、悪いこととかやってないんだな、そういうふうに思っていただけるように、しっかりと取り組んでいくことをお約束申し上げます。そして、この選挙の2つ目の我々が考える争点です、これはね、やっぱり経済なんですね。 政府が去年から賃上げをしろ、賃上げをしろ、いろんな企業にいろんな注文をつけて、今、ようやく皆さん方の給料、少しは上がり始めているかも分かりません。30年間ね、給料上がらなかった、すなわち経済が成長しなかったんです、経済が成長しなければ、皆さん方の給料は上がりません。それがようやく 大企業の努力、いろんな中小企業の努力で、賃上げが始まろうとしている、しかし皆さん、一方では、この政府のやり口、非常にずるいですよ、企業には賃上げをしろ、賃上げをしろと言っている、片方では、防衛力を増強しなければならない、防衛費を増やします、こう言ってるんですね。で我々日本維新の会は、 国会で防衛力を増強するのは結構です、そのための防衛費、どうやって捻出するんですか、何度も聞いてきました、最初の頃は、何にも手の内を明かさない、ところがようやく分かりました、岸田前総理がはっきりとこう言ったんです、日本の防衛力を増強します、そのための防衛費は増税します、そうおっしゃったんですね。 ですから、この防衛力の増強は、所得税や法人税、たばこ税、そういった税金を増税させていただいて、そして防衛力を高めていく、そういう方向になっています。もう一つあります、子育て、異次元の少子化対策といってです、ね、子どもに対する支援をどんどんやっていく、そういうことを言っています。 これも年間約3兆6千億円のお金がいる、この3兆6千億円のお金、どうやって捻出するんですか、これ、政府に何度も質問をいたしました、最初はうにゃむにゃ言ってよくわからない、ところが最終、最後になってくると、皆さんいいですか、特にサラリーマンの皆さん方、よーく聞いてください、皆さん方が毎月給与明細もらっておられると思います。 その中に社会保険料という項目あります。年金や医療保険を使うため、そのための社会保険料、これになんと上乗せをして、その上乗せをした分を子育てや子どもに対する支援に使うと言っています。これ、皆さんおかしいと思いませんか賃上げをしろ、賃上げをしろと企業には言う。片方では その皆さん方、特にサラリーマンの皆様方から、社会保険料に上乗せをしたお金を徴収したり、いろんな税金を上げて、その金額を集めていく、こんなね、やり方、これ、いつまで続くか分かりませんよ、東京都がお金があるといっても、人口は日本の人口の約1割が、 この東京に集ままっていますそのこの大きな人口を抱えている東京いろんな課題も大きな課題となってこれから膨らんでくるでしょう後期高齢者の皆様方がピークを迎えるのは2040年と言われています来年あたりから1 5 6年は非常に高齢者が爆発的に増加をしていく独居老人の問題も出てくるでしょう 老介護の問題もあるでしょう、その高齢者の皆さん方を介護やケアするために、若い子どもたち、ヤングケアラーと言われていますが、子どもたちがこの介護に携わなければならない、勉学に臨みながら、そして高齢者のお世話もしなければならない、こういったね、かつては考えられなかった課題、どんどん東京も出てきます。 その時に、今の政府のやり方では、今、私が申し上げたように、増税をする、いろんな形でお金を徴収する、そういうことで本当にいいんでしょうかね、私たち日本維新の会は、こういった問題について、まず身を切る改革をやります、これをやってきました、有言実行でやってきました。大阪で。 地方議員の定数を大幅にカットして、そして報酬も大幅にカットをする、これ、金額の問題じゃないんですね、数字の問題ではない、やっぱり政治家が自分の身をまず律することによって、公務員の皆さん方も協力してくれます、政治家がだらーっとした活動をやっていれば。 公務員の皆さん方も政治家や政治に対する意欲湧きません。ですから、この身を切る改革をやって、徹底的に行財政改革をやって、生み出された財源をわれわれは将来への投資に回してきました。今申し上げた大阪の例では、幼稚園、保育園の幼児教育の無償化に始まって、 小学校中学校の給食費も無償になっています中学生には塾代女性ということで月1万円のクーポン券お渡しをさせていただいていますそして私立高校の授業料の無償化所得制限を取っ払って全ての子どもたちにこの無償化の教育を受けてもらっている公立大学は3年以上住んでいた子どもたち入学金授業料 無償にしていますこれ、繰り返しになりますが、私たちがやってきたこと、有言実行でやってきたことは、住民の皆さん方に税金を払ってもらったり、新しい税金を払ってもらったり、増税をしたり、新たな負担をしていただいた、そういうこと、一切ありません。ですから皆さん、これからの日本の政治、今、私が申し上げたような、 今、政府・自民党がやっている、どん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 国民の皆様方に負担を押し付けてくる、そういう政治をお選びになるか、それとも我々が有言実行でやってきた、維新の会がやってきたこの身を切る改革から、まず改革を徹底的にやりましょう、そしてどうしても財源が不足した時には、国民の皆様方と一緒にもう一度考えていきましょう。 そういう政治の方向性をご選択いただくか、これがね、私は今回の大きな選挙の争点だと思います。経済を成長させる、毎晩毎晩ね、私もテレビに出て、いろんな討論番組でいろんな政党の方が言っています。やっぱりね、いろんな手法はあると思いますが、私たちはまず、現役世代、子育て世代、 若者世代、そういった皆さん方を、例えば教育の無償化でサポートをさせていただくことによって、皆さん方の可処分所得を増やして、その自由に使えるお金をどん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 消費に回してもらう、消費に回してもらえれば、経済は成長します。国民一人頭、今まで今までよりも1年間で10万円 今まで使ってきた1年間のお金より10万円さらに使っていただくと、国民全体で12兆円の消費が伸びます、これ、日本の GDP の2%に当たります、ですから GDP が大きくなって、経済が大きく成長していくと、税収が伸びます、そうするとその税収で新しいチャレンジができる。 こういうことを我々は考えています。こういう良い,いサイクルをですね、ぜひ作っていきたい。そしてそれでも足りなければ、子どもがいないご家庭もあるでしょう。ですから、我々は当面の間、消費税2%減税をするべきであるということを訴えています。これね、他の政党消費税は社会保障に全額使っているから、安定した財源だから、 減税することなんかできません、そういうことを言います、でもね、皆さん、思い出してください、2012年11月に、自民党、公明党、旧民主党、この3党が3党合意で、税と社会保障の一体改革をやりましょうということを合意しました、その時に言ったのは、これ、消費税を上げさせてもらいます。 でも、上げることによって、皆さん方の年金、医療、介護、子育て、そういうことにすべて使わせていただきますから、100年安心、安全なんです、そういうふうに言いましたよね、ところがもう、下の根も乾かぬうち、10年ぐらいしか経ってないのに、もう年金制度は破壊をしています。医医療療制度どどどどん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 医療費が伸びて どうやって抑え込むのか、そういうことも全く話が出ません、介護、介護事業者の働く皆さん方の給料、下げてるんですよ、賃上げをしろと言いながら、介護事業者で働く皆さん方の給料は下げていっている、これね、やってることちぐはぐですし、言っていること、全く信用できません。ですから消費税2%下げると 国は5兆円減収になります。1%で2.5兆円ですから、2%下げると、5兆円の国が減収になります。しかし、われわれの研究調査では、この5兆円のうちの3兆円が消費に回る、そういうデータが出てるんですね。ですから、やっぱりこの長らく成長しなかった日本経済を、 まずは成長をさせていく今いろんな要因で物価高がどんどんどん,どん進んでいますからこの物価高を上回るまでどん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 皆さん方の賃上げにつながるような過処分所得が増えるようなそういう政策を打っていくべきであるそういうことを維新の会は申し上げています私たち日本維新の会は国民のすべての皆様方が夢や希望を 持っていただいてワクワクドキドキするような社会そういうものを必ず作ってまいりますどうか最後までのご支援心からお願いを申し上げますありがとうございました